とことんとこいとうとアシスタントのくーちゃんです。はい、今日もこの2人で風呂上がりやっていきますよ。今日は室内の、はい、先日冬剪定した枝、はい、こちらの赤玉土に挿し木をして、はい、そしてこちら室内に置いてありました。そこから新芽がニョキニョキ出てきた挿し木、どうなってるか結果発表もうなんだかこのまま大きくなると思いきや、皆さん見てください、こちらほとんど枯れてしまっております。そして、はい、皆さん覚えていますか、こちら何もつけずに挿し木したもの、ルートンをつけて挿し木したもの、発根促進剤ですね。そしてこちら蜂蜜、そしてルートンと蜂蜜、はい、この4種類でやりましたね。ちょっと前動画見ていただきましょう。はい、挿し木の方をご覧ください。こちらどうかな、くーちゃん。すごい、芽が出てる。芽が出てますね。皆さんいかがでしょう。こちら、はい、こちら前回やったこのゼロというのは何もつけずに挿し木したものですね。もう2つも芽が出てるね、くーちゃん。うん、そうだね。はい、そしてこちら R っていうのはこちら発根促進剤、こちらですね、ルートンつけてやりましたよ。そしてこちらの H、 こちら蜂蜜をつけてやりましたよ。蜂蜜をつけたものは何も出てません。ちょっと小さなあの太い挿し木にはちょっと芽が出てるかな、脇芽が出てるかなという程度で、何も出てませんよ、芽が。そしてこちら蜂蜜とルートンつけた方は一つだけ芽が出てます。こんな結果になってますよ。いかがでしょう。でもこれは挿し木は芽がこうどんどん順調に大きくなってきても急に枯れてしまうことがあるんです。それは根が出てないと、せっかく芽が成長しても急に新芽が枯れ込んで終了ということになるんで、この蜂蜜だけのものも
なかなか期待できるんではないかなと思うんです。こちら、もしかすると根っこの成長がこちら蜂蜜だけのものしてるのかもしれませんよ。皆さん、なんともわからないですけども、はい。そしてこちらですね、僕はいつも気づくとこうして、はい、ネネデールの希釈液をこうしてスプレーしておりますよ。はい、前回前動画でやった感じ、4種類やりましたね。この青いビニールテープで仕切って、そしてその後ニョキニョキと新芽が出てきましたね。でもちょっと僕心配してましたね。この光で新芽が早く出すぎると、根がちゃんと生育しているかどうか、やはりダメでした。きちっと毎日霧吹きでスプレーしてたのにもかかわらず、新芽が出てたのにこんな感じで何も出ずに枯れちゃってます。はい、こちら何もつけずに挿し木したもの、こちらルートンで挿し木したもの、ああ枯れてますね。完全に枯れてます。ダメです、失敗です。そしてこちら注目していただきたいのはこちらです。蜂蜜、蜂蜜がどう、くーちゃん、すごい、枯れてない、新芽が2つも出てる。そうだよね、くーちゃん、こちらなんと蜂蜜のエリアだけ枯れてないんですね。皆さん不思議ですね、この蜂蜜の効力でしょうか。蜂蜜とルートンつけた方は一つは枯れずに、新芽も出てないですし、一つは枯れてます。はい、こんな感じになっておりますよ。もしかすると蜂蜜に何らかの効果があったのか、もしかするとこれが枯れてしまうかもしれませんね、くーちゃん。でもなかなか元気がいいよ。元気いいよね。ちょっとこの蜂蜜エリアだけ気をつけて今後見ていこうと思いますよ。なんか根っこが生えていそうな気がするんだけど、どうだろうな。そうだね、太いから元気がいいのかな、どうかわからないね。はい、でもここのエリアだけまだまだ枯れてないんで、皆さんと一緒に様子を見ていこうと思います。そしてこちらは、はい、ローズヒップから出てきたバラの、はい、苗間のこちら赤ちゃんたち元気に育ってますよ。うわー、かわいいねそうだね、くーちゃん、もう2枚目3枚目の双葉からの芽が出てきてるから順調だね。頑張って開花まで行きたいね。うんうん、よし。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。やはりなかなか挿し木は難しいですね。もううまく順調に新芽が出てきたんで、うまくこのまま全部育ったらどうしようって心配してましたけど、何のことはない、ほとんど枯れてしまいました。はい、まだスポンジに挿し木っていうやつもありますので、はい、今後もいろいろ試していこうと思いますよ。ここの蜂蜜のエリアはとっても楽しみにしております。はい、スポンジの挿し木はまた違う動画で皆さんにお知らせしていこうと思いますよ。はい、ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね、また見てね。あれ、
底抜けだ。はい、これが分かった方は相当のジブリ好き。